美さん、今日の一発芸をお願いします。はーい。加藤時子、地球に乾杯。お相手は加藤時子と八重でした。ということで、高見さん、いよいよ運命の体重測定です、はい、どうぞ。いやー、もしか。早く、時間ないよ。はいはい、私じゃあ行っちゃっていい？え、何を？そっち、こっち来て。いいよ、行くよ。乗りました。うわー、はい、出ました、 49.5キロ。最悪だー。最悪だー。ということで、 49.5 キロと書いて送ってきてくれた。